空の彼方にある星を目指し、はい、皆さんこんにちは、 BJ のウクレレ講座です。今回はですね、ボディを鳴らすようにしようという、ボディを最大限生かして鳴らそうというお話なんですけども、こうやってウクレレの場合は右手左手でこう抱えます。その時に力を入れない、はい、で弦のこうずっとブリッジに弦の振動を伝えてるわけなんですけども、このブリッジあたりをなるべく抑えないっていうのは、ブリッジをちょっと抑えて弾くと、わかります、この音量の差、こんだけ変わるんですね。だからここら辺をこの辺を力強く抑えてしまうと、このここを触ってるわけじゃないです、弦の上を触ってるわけじゃなくて、ボディをこんだけ変わってくるんですね、音量が。だからですね、最大限のこのトップ板の響きを伝えるためには、なるべく触れないようにですね、弾いていただくのが、優しく抱えていただくと、ウクレレをこう抱える時にですね、力強く落ちるからっていう風にすると、演奏にも力が入ってしまいますので、優しくピッこう持っていただくというのがいいんではないかなと思います。はい、ウクレレを、持つ時にですね、音量をなるべく邪魔しないように持ちましょうという、今回のウクレレ講座でした。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。誰も見てない夜に二人で散歩する、月の影が寄り添って揺れる、君の鼓動が少し聞こえた気がして、いつもよりも近くに感じた。手を伸ばしたら届きそうな月が出てるよ。このシチュエーションにグッとくる言葉が見つからない。